いつもロペライオショッピングチャンネルをご覧いただき誠にありがとうございます。今回は2014年モデル BMW640i カブリオレ M スポーツパッケージをご紹介させていただきます。まず外装面の状態からですが、フロントに下すりと傷があり、ボンネットに飛び石と左のフロントフェンダーに線傷がございます。またアルミホイル4本にガリ傷と右側のドアパネル部分に数箇所線傷があり、運転席と助手席のドアのエッジの部分にそれぞれ傷と左のリアフェンダーに小さな傷がございます。合わせて左右のリアフェンダーにそれぞれ数箇所線傷とリアバンパーに線傷がございます。走行距離に関しましては約3万5000キロ走っているお車です。外装色はカーボンブラック、インテリアはブラウンレザーの組み合わせとなっております。市場でも人気の高いオープンモデル 640i カブリオレでございます。6シリーズクーペの美しいスタイリングはそのままに、開放感あふれるオープンドライブを楽しみいただけます。ヘッドライトには LED ヘッドライトが装備されており、夜間走行時も安心してお乗りいただけます。エンジンスペックに関しましては3リッター直列6気筒のターボエンジンが搭載され、最高出力は320馬力を発揮します。アルミホイルは純正の19インチのアルミホイルが装着されております。続きましてリアご紹介させていただきます。テールライトも LED が採用されており、デザイン性視認性ともに優れております。合わせてトランクスペースのご紹介です。トランクの開閉は手動で行っていただきます。オープンモデルではございますが、トランク全体十分な容量確保しており、このようにスーツケースを収納することが可能です。続きましてインテリアご紹介させていただきます。シートはブラウンのレザーシートが採用されております。運転席側に若干の使用感がございます。ステアリングは3本スポークのレザーステアリングが採用されており、パドルシフトが備わっておりますので、自由自在に変速を楽しみいただけます。またクルーズコントロールも装備されておりますので、高速走行時も楽々運転していただけます。ナビゲーションは純正のハードディスクナビゲーションが装備されており、車内では地デジの視聴も可能です。またバックギアに入れていただきますと、バックカメラが装備されております。フロント両席シートヒーターが備わっておりますので、冬場でも暖かいドライブを楽しみいただけます。シフトに関しましては8速のオートマチックシフトが採用されており、走行モードはシフト横のスイッチにてお好きなモードを選択することが可能です。合わせて気になる車内の匂いですが、特におタバコの匂い等はいたしません。では今回は2014年モデル BMW640i カブリオレ M スポーツパッケージをご紹介させていただきました。こちらのお車は走行距離約3万5000キロ走っているお車です。 BMW のラグジュアリーオープンカー 640i カブリオレでございます。こちらのお車には320馬力を発揮するエンジンが搭載されておりますので、軽快なオープンドライブをお楽しみいただけます。また純正の
ハードディスクナビゲーションやシートヒーター、クルーズコントロールなど快適、便利装備も充実しております。お探しの方はぜひともお早めにご検討いただければと思います。よろしくお願いいたします。